気をつけな。そいつはガノンが作った化け物だ。100年前私は手も足も出せずやられちまった。でもさ、あんたはこんなところで終わるわけにはいかない。そうだろ。奴の動きは早い。 Thank you.
ニバルトルネードいつでも OK だ。Yeah.
さすがだね。おかげで私の魂も奴から解放されて、このナボリスも取り戻せたよ。これでやっと自分の仕事を果たせるってもんだ。あんたの助けになるっていう仕事をね。あんたがハイラル城で厄災と戦う時を楽しみにしてるよ。この神獣と一緒にガノンをぶちのめしてやれるんだから。ああ、贈り物があるんだよ。私の力、ウルボザの怒りを受け取っておくれ。きっとあんたの役に立つよ。私らのことであんたもおひいさまも苦しんだんだろうけどね、こうなるしかなかったんだよ。あんたらのせいじゃない。だからあの子に伝えておくれ。もう気に病むんじゃないよって。それから胸を張っていいんだって。おひいさまを頼んだよ。ああ、ついでにこのハイラルもね。神話に謳われるゲルド族の賢者、そのゆかりの名をいただいたあんたも立派なゲルドだよ。そうだろ、ナボリス。100年前、私らはあっさりと奴にやられちまったけど、もう負けるわけにはいかない。厄災ガノン、とぎ話によればあいつも元はゲルド族だ。だから私もあんたも全力で奴に立ち向かう。それがゲルドの意地ってもんだろ。しっかりガノンを捕らえていておくれ。リンクが奴と戦う時、すごい一発を食らわせてやろうじゃないか。今からその瞬間が楽しみだよ。ありがとう。あなたのおかげで全ての神獣と
英傑たちの魂が解放されました。彼らは待っているでしょう。あなたがハイラル城でガノンと戦う時を。そして私も待っています。ああ、ふん。Thank you.